アりがとうこんにちは、こそれでは今回なんですけども、D 払い1月のキャンペーン、詳細、発表、ランチやドラッグストアでお得にお買い物、さらに D カードプリペイドと組み合わせればさらにお得ということで、今回は D 払いのキャンペーン2つ、そして D カードプリペイドについておさらいも含めてサクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらの飲食店プラス10%還元のキャンペーンですね。このキャンペーンは以前動画でもかじる程度しかお伝えしてなかったんですけども、今回は詳細も含めて解説をしていこうと思います。こちらは本日の1月7日から3月の31日までのキャンペーンとなっていまして、このキャンペーンは午前の11時からお昼の14時までの間に、 対象の飲食店で D 払いで決済をしたら10%分の D ポイントが還元されるということになっています。まあ、なんだかこのキャンペーンは去年別の企業さんが似たようなことを開催していたような気がします。今回はその D 払いバージョンといったところでしょうか。 ちなみにこのキャンペーンに参加する場合は D 払い、恒例のエントリーが必須となってますのでお忘れないようにお願いします。で、このランチのキャンペーンの上限は今出てるように上限は1回あたり500ポイントまでなので1回に5000円まで決済したら1回の上限に到達します。 そして1ヶ月あたり2000ポイントまでとなっているので、もし上限までマックスまでもらいたいという方は2万円までとなっています。まあこのキャンペーン自体今日から3ヶ月あるので、もし上限マックスもらいたい場合は6000ポイントまでゲットできます。まあこれは普段外食されてる方からすれば結構使った方がいいかなと思うようなキャンペーンですね。 そして今回まず気をつけてほしいの対象店舗ですね。それが今出てるこちらのお店なんですけども、まあキャンペーンの公式ページにはご覧のようなお店のイラストがあります。 で、まあ、僕が知ってるようなお店であれば、松屋、花丸、サンマルクカフェ、かっぱ寿司、フレッシュネスバーガー、松屋、ステーキ、宮、上島コーヒーとかですかね。まあ、なので、D 払いのランチの期間中、この対象店舗のどこかしらに行けば、僕、ゆずひこが D 払いでニヤニヤしながら決済しているかなと思います。 ま、他にもこれだけのお店が対象なんですが、ちょっと数が多すぎるので、読み上げるのは省きます。まあ、ご自身のお住まいの地域のお店などがあれば、ま、ぜひですね、このどこかのお店で D 払いで決済をやってみてください。 で、このランチのキャンペーンの還元上限は、決済した月の翌々月末にもらえます。なので、今月決済したら、3月の終わり頃ぐらいになるかなと思います。そして、もらえる D ポイントは、期間用途限定のタイプとなっています。以上が D 払いランチのキャンペーンについてでした。 続きまして本日発表がありました D 払いのドラッグストアのキャンペーンですね。今回はこれが今日詳細が発表されまして、こちらドラッグストアでプラス10%還元キャンペーンということで、このキャンペーンはまだスタートはしてないんですけども、本日からエントリーは可能となっています。期間は1月の20日から1月の2日までの約2週間ほどのキャンペーンですね。 でこちらのキャンペーンはすでに画像にも出ていますが、1回あたりの上限が500ポイント、そして期間中の上限は2000ポイントまでとなっています。 なので、先ほどのランチと同様に、1回に5000円分を購入して上限の500ポイント。そして、この期間中、キャンペーンの期間中は、2万円分までドラッグストアでお買い物をしたら、上限の2000ポイントまでもらうことができます。そして、今回の対象となるドラッグストアご覧のラインナップとなっています。パッとわかるお店であれば、僕がよく利用するツルハドラッグ。あとはもう、関東の方がよくウェルカツというもので利用されているウェルシア薬局。あとは、松清とかですかね。 そして、こちらもありまして、ドラッグセイムス、そして国民ドラッグとかかなと思います。そして、なんと、九州の方であればご存知の方も多いと思います。こちらのドラッグストア森ですね。通称ドラ森とも言うんですが、今回はこの D 払いのキャンペーンに含まれていました。まあ、ある視聴者さんからは、まあ、このロゴがリンゴのマークであることから、アップルストアとも呼んでるみたいなんですけども、なんと、あのドラ森が、かなりの数のキャッシュレス決済に対応していたんですよね。 まあその証拠の画像がこちらなんですけども、この画像はつい最近、九州のとある田舎の方に行ってきたんですが、その時にドラ森のポスターを見たらご覧のように出ていました。読み上げると、 ご利用いただけるお支払い方法が増えましたということで、ID やクイックペイなどの電子マネー、あとは交通系、そしてスマホ決済は、ペイペイ、楽天ペイ、ラインペイ、au ペイ、そして今回の d 払いという感じで、ほとんど対応してくれてますよね。ま、ちなみにこの日ドラ盛りでちょっとお買い物したんですけども、ま、多分土地柄的にはまだまだキャッシュレス決済は馴染んでないようで、レジでこう順番待ちをして、ちょっと周りの様子を見ても、見事に僕以外は ニニコニコ現金決済で,で、したでちょっと話は戻りまして、このドラッグストアのキャンペーンの還元時期は4月の2日以降から順次もらえるようになってます。そしてもらえる D ポイントは期間用途限定のタイプとなっていまして、まあ以上が D 払いドラッグストアのキャンペーンについてでした。 ちなみに、これら先ほど紹介したキャンペーンも含めてなんですけども、現在開催中の D 払い生活応援キャンペーン、そしてランチとドラッグストのキャンペーン含めて、まあ対象となるクレジットカードは D カードのみとなっています。なので D カードをお持ちの方であれば、ま特、あ、典の20ドりができるんですが、まあ、クレジットカードなので何かしらの理由で作れたり作れなかったりバラバラだと思います。まあそんな時はもう僕が何度も動画で紹介しているこちらの じゃんということで、D カードプリペイドですね。まあ、こちらを D 払いにセットすれば、200円で1ポイント0.5%還元なんですけども、D カードプリペイド、そして D 払いの還元、それぞれの恩恵を受けることができます。まあ、審査なしで作ることもできるので、ぜひこちらの方法も視野に入れてみるのもいいのかなと思います。まあ、僕も以前動画でもお伝えしたかもしれませんが、最近 D カードプリペイドが便利が良すぎて、 こう重宝しています。やはり、こう、チャージタイプの、こう、スマホ決済とか、D カードプリペイド、まあ、プリペイドタイプに関しては、決済した瞬間に残高が減るので、メンタル的にもちょっと楽ですよね。まあ、あとは残高がすぐに減るということもあるので、使いすぎも未然に防げるのかなと、比較的管理がしやすいのかなと、個人的には思っています。もちろん、クレジットカードも自分である程度の上限を決めれば、管理はとてもしやすいです。 ちなみに今 D カードプリペイドを作成すると期間中作成すればこちらの100万円山脇キャンペーンにも参加ができるのでもし少しでももらえたらダッキーかなと思うのでぜひですねこちらもチェックしてみてください。まあそんなこんなで今回は D バレのキャンペーン2つそして D カードプリペイドについてお伝えをさせていただきました。いやまあそれにしてもランチとドラッグストアで使えるというのはやっぱ嬉しいですよね。しかもランチも思ったよりこう対象のお店があるので僕的にはいい感じです。 簡単に使える気がしま,すまあ、ランチ行った後のカフェとかも結構いいですよね。まあ、あとドラッグストアですけども、僕はよく、まあ、先ほどもお伝えしたドラッグストアを利用することがあるんですけども、ドラッグストアの中でもそのツルハドラッグなんですが、ここのそのツルハドラッグ独自のポイントカード以外にも、楽天ポイントも貯めることができたりするので、まあ、今回の D 払いのドラッグストアのキャンペーンで決済したら、D カードプリペイド、D 払い、楽天ポイント、そしてツルハのポイントというと 6点40ドリもできます。しかも僕は D カードプリペイドを三井住友カードでチャージを行うので、まあ、ちょっと素晴らしいことになりそうな気がします。一応下の概要欄に今回のキャンペーンのリンク、そしてこれまで紹介した D カードプリペイドに関する動画のリンクも下の概要欄に載せていますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。